はい、皆さんごきげんよう。ごきげんよう。ペコペコしておるのがおるぞ。誰じゃ？トクじゃー。はい、戦国一号小笠原秀政である。トク姫じゃー、うん、はい、トクがぴょんぴょん帽子をかぶっておるということは、はいはい、ということは本日もちょっと小笠原氏の話でな、前回の長時公の話の補足でございますが、うん、はい、こちらをご覧くだされ、うん、小笠原ボタンというの、こちら花びらがなこう入っておるんだけど、松本城にはな小笠原ボタンというな花がございまして、今なこの辺りにこう出ておると思うんだが、松本城庭園内のな月見櫓の下あたりかな、はい、ちょうど5月頃咲くやな。そうそう、小笠原ボタンという花があるんだけど、こちらの説明をちょっといたしたいと思います。まずはこの小笠原ボタンというのは長時公がな愛したボタンということで、林城でこう育てておったボタンだな。その林を育てておった小笠原ボタンですが、まあ、塩尻峠の戦いで敗れまして、その後まあ武田信玄公が信濃をどんどん攻めてまいった時に、長時公の林城を捨てなければならないと去る時に、このボタンが武田氏に踏み荒らされるのを嘆いたので、ごらんこうなってしまっては嫌だということでの、その時にこのボタンの渡船寺というの寺があるんだけども、はい、松本の方にな、ここから近いな、そうそう、そちらの住職に預けまして、このボタンをどうか守ってくれと、うん、いうことで預けたのでございます。守ってくだされ。でも住職は分かりましたということで、まあ、それの代々檀家の方がずっと守ってくださいましてな、ずっと守っておったのを、それを昭和に入りましてな、当時の小笠原氏の当主の方じゃな、の方に殿ということで、殿、うん、ずっと言いつけを守っておりました小笠原ボタン、今まで預かっておりましたがお返しいたしますということで、お返しいたしまする、返されたのでございまする。ただなそれみんな何も知らんでな、その小笠原氏、うん、何のことじゃということにあったと思うんだけども、ないろいろ話を聞いていくと、長時公が預けたボタンということで、それをこう松本城の方でな、今それを植え直して今咲いておるということでございます。当時はな林城で咲いておったのも今な松本城にあるわけなんだけども、そう二度に分けてな、で、そうじゃ、それは渡船寺の方にもまだ小笠原ボタンというのが今でも咲いておりますが、ここと渡船寺の方に咲いておりますので、うん、ぜひぜひ松本城を訪れた際にはご覧いただきたいと思います。白い小ぶりな綺麗なボタンじゃぞ、うん、そうそう、で、これはな私が散った花びらを使ってな押し花にして、うん、ラミネートなるの加工して、うん、やつでございましてな、そうじゃ、これはな昨年のやつなのだから、今年はだいたいな30枚ぐらいかの花びらな拾っておいたので、ね、うんうん、また何かに使えたらと思いますのでな、また、うん、お知らせいたしますので、皆さんのあれ、うん、こちらには小笠原ボタンの伝説が書いてますので、こういったものを作りましたので、また何か、うん、何かに使えたらと思います。うん、はい、昨年のはこれビンゴの景品にいたしましてな、うん、小笠原総会の時だな、うん、小笠原というのはの二人のことを推してくれておる、うん、家臣のことを言うにゃ、さようにございます。ぜひ小笠原募集中でございます。お待ちしてあるぞ、うん、というわけでまた今後ともこういったこともないろいろ、松本城のないろいろ伝説やら何やらいろいろございますので、そういったことも紹介してまいりたいと思います、うん、そ, それではまたお会いいたしましょう、はい、それじゃあまた